はい、こんばんは。キャンプ系 YouTuber の福です。今日はですね、考えた人天才だなって思うキャンプギアというお題で話していこうと思うんですが、シンフジーバーナーっていう会社のブランドで、ソトっていうところのフィールドホッパーっていうアルミ製でできたテーブルがあるんですよね。小さいんですけど、これのギミックがとにかくすごくて、2つ折りに畳まれた状態のテーブル天板をパッと開くだけで、中からテーブルの足がねガチャンと出てくるんですよね。だからテーブルの展開が何秒とかじゃなくて一瞬なんですよ。こう開くだけで、畳むのは3から5秒ぐらいかかるけども、それでもすごいですよね。 YouTube チャンネルのコメントで、これ考えた人天才だと思うって書いてくれた人がいて、いやー、フィールドホッパーって発売されてからもう何年か経ってるし、出た当初からすごいすごいって言われてたから、まあ今更という見方もあるかもしれないけど、逆に言うと私ね、何年か経ってもこうやってコメントとかで、これ考えた人天才だよねって言われるキャンプギアって改めてすごいなって思ったんですよね。多くのキャンプギアが発売されてる中で、その中でヒットするのってほんの一握りだし、その売れたものたちも、1年2年と経ってくると、お店から消えちゃったり、あんまり売れなくなってたりするんだと思うんですけど、その頃になってもね、メインのキャンプ道具に必ず置かれていて、で、見た人たちからはね、これ考えた人天才だよねって言われるギアって本当にすごいと思うし、一体他のものたちと何が違うんだろうっていうのを私も改めて考えてみたんです。そんで私が思ったのは、そういうギアの共通点って、まずは今までに全くなかったような利便性、これが大きいんじゃないかなって思いますね。他に全くないようなオリジナリティのある機能で、それが見た瞬間思わずすごいって言っちゃうくらいのインパクトですよね。確かにフィールドホッパー初めて見た時には、おーすごいこれってなりましたもん、私も。そしてそこにずっと使いたくなるようなデザイン性まで加わってると、それはもう何年経っても売れ続けて、これ考えた人天才だよねって言われるんだろうなって思います。だからそのフィールドホッパーっていうテーブルね、もし見たことない方いらしたら、動画とかね、インターネットで検索するとすぐ出てきますので、一目見てほしいなって思うんですけどね、本当にギミックがすごいんですよ。他のもので、フィールドホッパーみたいな感じにね、私がこれ考えた人天才だよねって思うキャンプギア、どんなものがあるのかなっていろいろ考えてみたんです。別にロングセラーでずっと売れてるものっていう意味ではないですよ。ものとしてね、デザインがすごいいいなとか、歴史があって他にはない雰囲気があるよねとか、そういうものたちでね、いいものたくさんあるんですけど、今回はその仕組みがね、天才的だよねって思うキャンプギアです。どんなのがあるかっていうとね、最初に浮かぶのは、焚き火台のピコグリルですね。ピコグリル398っていう焚き火台がね、またこれもう圧倒的に売れまくった、もうベストセラーの焚き火台だと思うんですけど、これ何がすごいってね、 A4 サイズのノートとか入れるような薄っぺらい袋の中にね、全部入ってるんですよ。で、取り出すとね、細いフレームのものと火床ですね。火床はね、ペラッペラの薄っぺらいね、ステンレスなんですよ。これ焚き火台って初めて見た時はね、思いましたけど、そのフレームをね、開くとね、綺麗に四角形になるんですね。四角形の足になるんですよ。その足の隙間に、そのペラッペラのステンレス板もね、二つ折りにされてるんですけど、開いて押し込むと、バチャンってこうはまって、その姿を見ると、めちゃくちゃ美しい焚き火台なんですよね。これだけって思うんですけど、本当にね、なんか華奢なんだけど、意外としっかりしてて、
ある程度ね大きなサイズの薪も置けちゃったりして実用性ももちろん抜群なんですけど、よくこの細いフレームのねこの開く仕組みとこのペラペラのステンレス板をねこのような形で押し込んでパチンと止めるっていうね、この形考えた人やっぱり天才だよなって私は思いましたね。確かに天才的だったんだけど、これあまりにすごすぎてねやっぱりたくさん売れちゃったもんですから、で衣装登録とかもね398はしてなかったそうなので、以前の旧モデルはですよ。なのでもういろんなところがねコピー品をいっぱい出してしまって、まあピコグリルみたいな焚き火台っていうのがね世の中に溢れてるんですけど、まあでもそういうの一個一個見るとねなんかどこかしらやっぱ違うんですよね。ステンレスの板がほんの少しだけど分厚くて硬かったりとか、足がねほんの少しなんだけどちょっと太かったりとか、まあ、それだけでね本家ピコグリル398の美しさからするとちょっとねやっぱ別物だなって見えちゃうところねあるんですよ。まあほぼほぼ同じものには見えるんですけどね、まあ、そんな感じでこう考えた人天才だよなって思うキャンプギア、他にもねどんなのがあるか私考えてみたんですけど、ケシュアっていうブランドの、フランスのアウトドアメーカーのブランドですけどね、そこの2セカンドテントっていうのもねあれ仕組みは、考えた人天才だなって思いますね。ケシュアの人が考えたかどうかはわからないんだけど、ただあのケシュアのブランドも1976年とかなのかな、結構古いメーカーのブランドなので、2セカンドテントが出たのはいつかはちょっとね私もよくわからないんですけど、これ名前の通り2秒でできちゃうテントなんですよ。ワンタッチテントっていろんな仕組みがあるんですけど、丸い薄っぺらい形しててね、ファスナー開いて中身取り出してポイって投げるとポンってねお家みたいになっちゃうんですよ。あのドラゴンボールとか昔見てた人いましたらね、ポイポイカプセルっていうのが昔あったと思うんですけどね、その漫画の中でもうほんとねあんな感じでね取り出してポイって投げるとねお家ができちゃうみたいなね面白いテントで、本当にこのギミックを考えた人はね天才的だなって思いましたね。まあ、今ではね似たようなテントいっぱい出てますし、ケシュアが元祖かどうかはちょっとわからないんですけど、私もね2年ぐらい前に買ったかな、その時はねあんまり他のメーカー出てなくてケシュアのが売れてましたね。はい、他にね天才的だと思うのはミュニークっていうメーカーの X メッシュストーブっていうキャンプ道具ですね。これ何かって言いますと、固形燃料とかアルコールストーブっていうね炎を出してお湯を沸かしたりクッカーを温める熱源があるんですけど、あの五徳が必要なんですよね。火の上に鍋ボンって置くわけにはいかないので、だいたい何かしら五徳をつけるんですけど、まあ、その五徳ですね X メッシュストーブ。ただねこれもペラペラのステンレスの板、ただ名前の通りメッシュなんですよね、細かいメッシュで、その X メッシュっていうね名前がついてるんですけど、まあその通りでひし形にこうねフレームというか、まあ模様が入ってるんですね。模様が入って本体はメッシュっていうね、これも興味ある人はね調べてみてもらえたらといいかなと思うんですけど、この板をね細長い薄っぺらい板をくるっとそのまま円形にね巻いて端と端をつなげると筒のような感じになるんですよ。筒型でね縦に対する強度はかなり強いので、まあ、上に鍋とか置いても大丈夫なんですね。でその筒の中に固形燃料とかアルコールストーブなんかをね入れて火をつけるんですけど、どんな感じになると思います？これ火をつけるとねメッシュなんで炎が透けて見えるんですよね。でステンレスなので中で火をね焚いてるので熱くなってきて、だんだんステンレス自体も赤くなってくるんですよね。その様が本当に美しくて、これ考えた人天才だなって思いましたね。天才的なのは美しさだけじゃないですよ、仕組みもそうだし、この1枚のペラペラのシートなんでめちゃくちゃ軽いんですよ。通常タイプの X メッシュストーブが 15g、 アルコールストーブとか入れられちゃう大きな L サイズが17g なんですね。これで五徳の機能と、あとシート状なのでねある程度は風からも守ってくれる風防も兼ねて見た目も美しいということでね天才的だと思いました。まああとはなんだろうな、
意外とあの100円ショップなんかにもね、天才的だなって思うようなものあるにはありますよ。まあいろんなもんありますけど、私が好きなねやつはあのダイソーに売ってる折りたたみターナースプーンってやつですね。まあどっかのアウトドアメーカーで似たようなコンセプトのものあったかもしれないんですけど、まあ、100円ショップでねよくああいうの出してくれたなと思って、名前の通りねターナースプーンだから、ターナーとスプーンこう、ね、食べ物をこうフライ返しみたいに使ったりする兼スプーンの用途があるんですよね。で折りたたみなんで畳めるんでコンパクトになるんですよ。ただねスプーンの部分がねこうイボイボついててしゃもじみたいになるのでこうしゃもじになるんですよね。で結構な大きさにしてくれたんで、あのソロキャンプでね使うぐらいの小さなお玉にもなるんですよ。だからターナースプーンしゃもじお玉の4役こなして、で折りたたんでコンパクトっていうね、110円ですよ。これ天才でしょう、開発した人って私は個人的に思っております。まあそんな感じで5つぐらいを紹介しましたけど、私が個人的にそう思うだけなんでね、皆さんもそういう仕組みギミックとかね見て、これ考えた人天才だよねって思うようなキャンプギアとかあると思うので、もしよかったらねコメントなどで教えていただけると嬉しいなと思います。それでは今日はここまでになります。おやすみなさい。